皆様おはようございます。パチスロ必勝場の神宮寺拓と申します。本日もスロタク始めていきたいと思います。よろしくお願いします。本日もね、いつも通り台は押さえております。今回はコードギアス反逆のルルーシュ R2 を打っていきたいと思います。前回ね、中段チェリーを引いてギアスラッシュに入らなかったので、今回はギアスラッシュ目指して頑張っていきたいと思います。よろしくお願いします。それでは行ってまいります。それではコードギアス反逆のルルーシュ R2 打っていきたいと思います。ですね。どうかな。よく似合ってる。当たってそうですけど、どうなんだろう。僕ボーナスタッチの手順ちょっと忘れちゃって。赤七中段の中段止まったら青七見たとこじゃなかったかな。当たってますね。90ゲーム投資2000円で。今日チェリーですね。はい、はい、54枚獲得でここから広角に移動します。チャンス目まだよ。おお、いいね、ロケットエースです。いったでしょう。59ゲームですね。投資3000円でビッグボーナスです。赤7ですね。相変わらず苦しいですね。突破しろ。作戦は最終局面に移行する。これでどうにかチャンスゾーンを、お、これはいますね。紫天物。作戦は最終局面に移行する。はい、246ゲーム、本日初のブラックリベリオンでございます。お、ここは決めてくれそう。いいですね。あれあれ、後期だったんですけど、弱い。お、赤でしたね。引き戻しに期待ですね。いますね、ブラックリベリオン。おそらく引き戻したんではないかと。おお、決めてよ、シンク。よし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 。おっと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 、当たりでしょう。危ない、よかった。はい、ということでブラックリベリオンに突入しました。299ゲーム投資6000円です。いいですね。はい、1個。お、リプレイからですね。嬉しい。 VS ピース5個で1戦目と、ちょっともうすでに苦しいですね、初戦から。ギアスベとか引かないと。外れ目から100。この最中にギアスベを引ければ、あー厳しいか。ホールドがない、ちょっときついですね、これは。残念と。
おっと、本設定示唆画面ですね。51ゲーム終了です。あ、青菜だ。あ、違うか。はい、チャンスジェリーからレギュラーボーナスですね。ダメと、残念。スイカですね。お、これはボーナスっぽいぞ。はい、お、あ、ごめんなさい、この画面に焦っちゃった。ハイパービッグですね。どっち、チャンス目の方からですね。おお、ハイパービッグが2連続で飛んできております。これはね、本当はボーナス中にやることなんですが、まあまあ出玉はね、なんか謎のまくり方をするんですけど、これでだいぶ帰ってきます。16ゲームですね。追加、こちらでレギュラーボーナスでもう引っ張ってくればチャンスチェリーです。今ので引いたでしょう、これはボーナス。レギュラーっぽい。あ、引いてない、ボーナスじゃなかったと。単純にブラックリベリオンでしたね。ただもうメダル500枚あるんで、あと300枚ほどでまくれるんではないかなと思います。ただ2個じゃどうしようもないので、レア役なんかを引っ張って、おー、レア役とかを引っ張ってこないとちょっと苦しいですね。ダメか。チャンスチェリー、熱い、これはいる。今はリーチ目でしたね。はい、ボーナス、ハイパービッグ。おそらくチャンスチェリーからなんではないかなと思うんですが、さて初戦です。お、ジーノ1個溜まりましたね。いやまずい、いやまずい。ということで779枚、はたまた単発です。まあ間にボーナス挟んでますけどね。当たりましたね。どっちだ、かっこいいシャルル。レギュラーですね。本当はこっちを ART 中に引かなきゃいけない。レギュラー、はい、あ
ちかな、広角かリベリオンアタックか。ただの広角でしたね。ちょっとね、あまりにも ART 確率が重すぎる。ボーナス11回引いて2回はちょっとやばいんで、大移動します。はい、少々お待ちください。はい、大移動してきました。リゼロゼロゲームです。前日は A 点に連続食らって終了してる台ですね。ただユーリフカンランプ消えてるんでリセットはされてます。おー、いいですね。おっと、 SR ですね。 SR は美味しいんじゃないか。あんまりまだ高設定っぽい台は出てない。だからもしかしたらこれが6っていう可能性もありますよ。N プラス。鬼圧を取ってしまった。さーて、この残り70溜め切りたいですね、なんとか。まずい。あと5、あと5、もう1回リプレイ。あー、溜まった、よかった、ギリギリ。ゼロカルーレットギリギリ溜まりましたね。はい、441ゲーム白ゲーです。一体撃破アイコン、よかった。あの子だいぶ違いましたね、本当に。あ、ごめんなさい。57%撃破率アップは1個持ってるんで、はいはい、とりあえず1体目、おお、クルスさん強チェリーでいい。お、チャンス目です。いいよ、オッケー、2体目突破しました。ラス1。ああ、絶望的ですね。あとは強チェリー頼りかも。ダメか。強チェリー、強チェリー、いやースイカっぽい。残念、3戦目まで行ったんですけどね、惜しかった。コンビニもしっかり経由して、ワンスルメ。おー、よし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 、533ゲーム投資2万円で、2度目の白ゲー当選になります。アイコンがね、黄色、青とゼロカルーレット1個あるんで。はーい、白ゲーです。青アイコン、お、頑張った。72%、微妙やけど頑張りますよ。クレス様、お、追撃まで行きましたね。よしよしよし、プラス思考行こうぜ。はい、よし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 、よしよしよし、クレス様。
あー、これは言ってくれるっしょ。よしよし、はい、とりあえず2体目もクリアです。ラスト、なんでこうプラス思考。あー、いや、ちょ、72パトラステ、あー、いやー、待って、お願い、残念、取れませんでした。しっかりコンビニも経由して、あー、次戦終了ということで、はい、申し訳ございません。見せ場がなかった、本当に見せ場がなくってですね、総投資が2340枚、90枚貸しです。で、回収が0枚ということで、マイナスの2340枚という結果に終わってしまいました。まあ、今回残念でしたけども、まあ、ホール全体的に、僕が打ってたコードギアスの隣側のコードギアス2台しかないんですけど、はすごく挙動も良くて、ボーナスも軽くって、ずっと連チャンしましたね。結局今4000枚ぐらい出てる状態で、他の台もまあまあチラチラと、主に6号機ですかね、鏡とかが、挙動はいいんじゃないかなと、メダルも持ってますしね、思います。ちょっと今回は狙いが綺麗に外れたかなっていう感じです。また次回は頑張って、見せ場ある回にしますので、よろしくお願いします。それではありがとうございました。お疲れ様でした。失礼します。